防衛大臣を拝命いたしました北沢俊美でございます。前内閣に引き続いての拝命でございますので、山積する課題に全力をで、取り組んでまいりたいというふうに思っております。菅総理大臣から4点、ご依頼と申しましょうか、課題を指摘をされましたので、まずそれを申し上げたいと思います。一つは、専守防衛の原則に基づき、シビリアンコントロールを確保しながら、我が国の平和と安全を確保すること。二つ目が、防衛計画の大綱の見直しと、次期、中期防衛力整備計画の策定に向けて、関係大臣と連携を取りながら、取り組んでほしいということであります。3つ目が普天間飛行場の移設と沖縄県における基地負担の軽減については、平成22年5月28日の日米合意および閣議決定に基づき、関係大臣と連携して必要な取り組みを速やかに進めること。4つ目が世界の平和と繁栄の実現に向けて、関係大臣と連携して国連平和維持活動、海賊対処活動などに積極的に取り組むことと。私の方からは以上であります。はい、どうぞ。その前にちょっと長くお願いします。普天間基地問題なんですけれども、今おっしゃった、沖縄の負担軽減、はい、2人には関係の権力であるとか、あるいは将来的な在日米軍のあり方とか、はい、これ具体的に今後ですね、国民を理解を得るために、どのようなプロセスが必要であるか、大臣の考えなど、はい、またこれに関して、今日、何かお話しすることがあれば、鳩山政権がまず取り組んだのは、普天間の基地の返還、一日も早い返還を成し得るために、まず日米の合意からすれば代替施設を建設しなきゃならんと。でこれを、まあ、県外に求めようといたしましたけれども、困難な状況の中で辺野古先に決めざるを得ないということで、5月末が期日ということで、日米の合意をしたわけでありますけれども、その経過の中でですね、沖縄の訓練の、米軍の訓練の、移転、それから、場所と候補については、これから8月末までに、米側と協議をすると、こういうことでありまして、引き続いてですね、普天間についてだけではなくて、これに合わせて、沖縄全体の負担の軽減をセットでしたいと、そういう意味も含めて、徳之島という訓練施設の、名称も個別名称も、この中に入れたと、こういうことであります。はい、今おっしゃったことに関連して、5月の日米合意を推進していく上でも、沖縄や訓練移転先の地元の理解が必要なんですが、はい、こうした理解を得る上で防衛省防衛大臣として果たされる役割、官邸官房長官との役割分担について、どうお考えでしょうか。まだ官房長官とこの問題について協議はしておりませんけれども、まず重要なことは、前官房長官が沖縄と知事はじめさまざまな方々と話し合いをしてきておりますので、それを、しっかり新官房長官に引き継いでいただいて、これから防衛省が沖縄に関してはあらゆる知見を持っておりますから、それをもとにですね、とにかく丁寧にお話を申し上げていくということと、それから民主党が選挙の時に、最低でも県外と、こういうふうに申し上げたところではありますが、この県外に移設をして、基地の縮小を将来的に図っていくという、その中長期的なことと、当面、
普天間の危険性を除去すると、こういう緊急避難的な処置と、これは一番最初に、本来ならばセパレートしてスタートすればよかったんですが、そこのところはないまぜになったということは反省の大きな材料だとはいうふうに思っておりますが、ことは沖縄の皆さん方に理解をしていただくことが先決でありますから、そういう意味でしっかりした丁寧なご説明を申し上げていきたいというふうに思っています。はい、最後でお願いします。朝日新聞川口と申します。はい、総理はですね、先ほど記者会見で、普天間問題については一つの方向性を持って臨むというふうにおっしゃいましたが、大臣との例えばその指示の中でですね、一つの方向性というのを具体的に総理から、お示しになったのかというところですね。先ほど指示の中でシビリアンコントロールについて触れられてましたが、大臣がこの施策の中でですね、特にそういったシビリアンコントロールが問われる場面というとどういったものを考えられるかというのは、前段の一つの方向性というのはですね、多分今私が申し上げたことと同じだというふうに思います。日米合意というものを新たに5月28日に発表いたしましたから、これはしっかり守っていくと。しかもこれは沖縄の普天間の基地を返還して危険性を除去するという第一段階での方向性、さらには将来にわたって安全保障環境を横にらみしながら沖縄の基地の返住を解消していきたいと、多分総理はそういう意味合いだったろうと、長い付き合いでありますからおよそ推測すればそういうことだと。それからシビリアンコントロールについてはですね、これは普段のに注意をしていかなきゃいかんことでありまして、私はややもすればですね、シビリアンコントロールを強調すれば、現に、部隊で活動している崇高な使命感のもとで働いている自衛官たちを少しこの狭い世界を押し込むんではないかというような批判もややあるということも承知はいたしておりますが、そういうことではなくて、国を守るためには最低限の実力部隊を保持せざるを得ない我が国の実情からすれば、それがもし文民統制を外れて暴走するというようなことが起きるということを想定させないぐらいな注意力が必要であると、それは歴史から学べばおのずと分かるわけでありまして、我が国が近代国家になって、明治大正その時代によもや太平洋戦争でああいう悲惨なことになるということを 夢にも思った人はいなかったと。明治大正時代の我が国の軍事に携わる人たちがあのような暴走をする、自分たちの後輩がするだろうということは想定しなかっただろうというふうに思いますから、歴史に学ぶということは極めて重要だというふうに。はい、北澤大臣どうもありがとうございました。